38年ぶりの日本一を決めた最強阪神タイガースですが、全く油断することなく新勢力が現れて、より戦力が向上しそうです。11月14日育成から支配下登録されたことにより、タイガースファンの中で話題になった選手をご存知でしょうか。その名前は野口恭介。待ちに待った長距離砲、森下、大山、佐藤に加えて野口が入ったらと思うと胸が高鳴ります。今回はそんな野口について詳しくご紹介していきます。野口の経歴。野口は2022年ドラフト会議で阪神から育成1位で指名され入団しました。創成館高校時代は1年秋から外野手としてベンチ入り、2年秋の明治神宮野球大会で準優勝、3年春の選抜では10打数7安打の好成績を残してベスト8入りに貢献、3年夏の甲子園では創志学園の西純也に2打数2三振に抑えられ完封負けを喫しています。その後野口は九州産業大学へと進学、1年春からベンチ入りし、4年春にはベストナインも獲得しています。またリーグ通算3割1分4厘と高い打率も残しています。180センチ88キロとがっちりした体格、思い切りのいいスイングで長打を狙えるロマン砲。阪神の前田忠時スカウトはドラフト指名後、球団が右の外野手を重要視する中で、走攻守三拍子揃い、バッティングは特にパンチ力があり、長打力でアベレージも残せるというところで獲得に至った。右バッターがトレードで2人来て競争が激しくなる。育成選手ですので、しっかりアピールして試合で結果を出さないと支配下にはなれません。毎日死に物狂いでやらないといけません、と語っています。昨年はドラフト1位で同じ右の外野手である森下翔太を獲得していますし、激しい競争を勝ち抜かなければいけないのは間違いありませんね。野口の1年目。さて、そんな野口ですが、1年目はどのような成績で終わったのでしょうか。ファームで67試合に出場し、打率3割3厘、6本塁打、18打点と、1年目としては十分な好成績を残しました。8月には7試合で4本の本塁打を放つなど、長距離打者としての非凡さが垣間見えました。和田二軍監督も、打撃だけなら十分背番号2桁をつけられるものは持っていると、野口の潜在能力の高さに太鼓判を押していました。またこの4本塁打はすべてファーストストライクを一振りで仕留めたものでした。野口の思い切りの良さが伺えますね。北川二軍打撃コーチはこの一振りで仕留める能力の高さをタイミングの取り方がうまいと評価しています。ただ怪我に苦しんだ時期もありました。春季キャンプと4月上旬の2度、左太もも裏を痛め、実戦に復帰したのが5月24日。シーズン終了後、最初は本当にやっていけんのかなって、復帰した時が暑い時期で本当にきつくて大丈夫かなと不安になったと野口。辛い時期を乗り越えて最終的に打率3割を達成しました。今シーズンの野口の活躍は支配下登録へ大きなアピールになったことでしょう。コーチ秋季キャンプでのアピール。11月11日、一軍の首脳陣が合流して初日の高知での秋季キャンプで、ついに野口の才能が岡田監督の目に留まります。野口は午後に実施されたフリー打撃で、90スイング中で左方向を中心に3連発が飛び出すなど、柵越え19発を放ちます。持ち前のパワーを発揮し、ひときわ存在感を示しました。岡田監督もバックネット裏から野口の打撃練習に注目していました。一人おったな、野口だけやな、リストワーク使えてだから遠くに飛ばせるわなと岡田監督。若手中心のキャンプで指揮官は全体的にリストワークが弱いよなと指摘していました。ただ単に強く振ったらええだけじゃないからな、高卒新人は金属バットの影響かな、
極端に言うたらバットをぶつけに行くだけみたいな。だからボールにスピンがかからんわな。しかしそんな中、豪快な柵越えを連発させていた野口のリストワークに、そんな力入れてないで、自分で掴んだんか知らんけどできるんよなぁと高い評価を示していました。野口本人は、リストはあまり意識してないです、ドーンって球を持っていく感じなのでと語っており、無意識に指揮官の目に留まるリストワークを習得していたようです。まさに天性の才能ですね。岡田監督に褒められたことに対して野口も、いつもそういうことで名前を呼ばれたことがないので嬉しいですと素直に喜んでいました。ファームでの成績、コーチキャンプでのアピールと、野口は支配下登録へと確実に近づいていきました。ついに支配下登録をつかみ取る。11月14日、野口はついに念願の支配下登録をつかみ取りました。支配下の契約金として1000万円も手にしています。高知県内のチーム宿舎で行われた契約交渉の場で、島村球団本部長から伝えられたそうです。嬉しい気持ちです。本当に何も知らされてなくてびっくりしたっていう感じで、と野口。サプライズに驚きを隠せていませんでした。7月までの支配下登録を目標としてまして、それは達成できなかったですけど、来年に向けてっていうので、その後は自分らしさを出せたのかなと思いますと力を込めました。島村球団本部長は、監督も非常に評価されてるというところで、そこが大きいと説明。やはり高知キャンプでの監督へのアピールがかなり大きかったようですね。一軍の舞台で早くプレーできたらと野口。立場が変わり、野口の下克上の新たな幕が開けます。さらに11月25日に台湾で開催される2023アジアウィンターベースボールリーグに野口が派遣選手として派遣されることが15日に発表されました。支配下登録にウィンターリーグへの参戦と、この11月は野口にとって忘れられないものになったことでしょう。野口はレギュラーを取れるのか。支配下登録をつかんだ野口ですが、本当の勝負はこれからです。野口は外野手が本職ですが、阪神の外野手には不動のセンターの近本浩二や森下翔太がいます。他にもノイジー、小野寺、ミエセス、井上康太、前川右京など外野手のライバルは多いです。野口が一軍で出場機会を得るには、何か一つ抜きんでたものがなければ難しいでしょう。野口の一番の武器はやはり長打力です。岡田監督も太鼓判を押すほどの技術の高さを持ち合わせています。今年日本一に輝いたタイガースですが、本塁打数は中日に次いでリーグ5位と、長打力不足は課題の一つです。長打でのアピールが野口の一軍出場の一番の近道なのは間違いありません。ただ長打力だけなら井上康太やミエセスも高いものを持っています。野口の強みは長打に加えて高い打率も残せる点です。今年の二軍成績を見ても、打率3割3厘と3割に乗せています。井上康太は本塁打は11本と多いものの、打率が2割3分4厘です。前川は打率は3割2分と高いですが、本塁打は2本と、長距離打者というよりは中距離打者タイプ。長打に加えて打率も残せる強みをうまく活かせば、野口は多くの出場機会を得られることでしょう。野口、内野守備の練習につく。野口は15日の高知キャンプで初となるサードでの守備練習に挑んでいたことが明らかになりました。出場機会を得るために様々な可能性を模索しているようです。凄まじい集中力で約30分間のノック、弾いても顔に当てても声を出してボールを呼び続け、その数はちょうど100球に上ったようです。ゴロ取りや壁当てで内野守備の基本動作を体に染み付けました。一軍出場の可能性を上げるために、守れるポジションを増やすことが目的でしょう。岡田監督は、
それはいろんなところ守れる方がええやろ。バッティングを生かすんやからな、と内野守備をさせた理由を明かしました。一軍出場に向け経験がなくてもがむしゃらに挑んでいます。自分の人生は挑戦だと思うので、いろんなことに挑戦して一つずつ壁を越えられたら、今日言われたことを夜反復復習してまた明日できるようにやっていきたいと野口。何度くじけてもできるようになるまで立ち上がる。この苦難を乗り越えた先にはきっと一軍の舞台が待っているはずです。秋から来春の一軍キャンペーンは 3,4 人が行ければいいかな。来季は新しい血が戦力になると思うと話した岡田監督。今年ブレイクした選手は多いが、1年で消えていく選手はいっぱい見てきた。来季は全然わからないですよ、と若手の生き残り競争に期待しています。野口がここに入れるか注目です。久しぶりにクリーンアップを晴れそうなロマン砲が登場しましたね。野口の活躍が楽しみです。野口恭介や阪神のクリーンアップに関するご意見、メッセージがありましたらコメント欄に書いてくださいね。この動画が面白いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。